十四松のメリット、デメリット、小鳥をお迎えする前に、十四松を飼う上で私の思ったメリットとデメリットをお話ししたいと思います。一番のメリットはお世話が楽なことです。ペットとして飼える小鳥の中で十四松は一番飼いやすく丈夫な鳥と言われています。どの鳥を迎えようかと小鳥の種類を考えていたときに、文鳥にしようかと思っていたのですが、文鳥の飼い方を調べていると、冬はヒーターと温度が上がりすぎないようにするサーモスタットが必須なようでした。私にはそれがネックで、丈夫と言われる十四松を飼うことに決めました。冬は寝かせるときに肌掛けの布団をかぶせています。人間が過ごせる室温くらいなら十四松は元気に暮らせるようです。それは健康な大人の鳥の場合です。ヒナや病気などの鳥は保温が大切です。飼っていて環境への適応力が強い鳥だと思いました。鳥かごの場所を移動してもそんなに気にせずに楽しそうに歌って過ごしています。十四松は神経質ではないようです。新しいバードトイを与えておくと怖がって近寄りませんが、かご越しに1日前から近くで見せておくと、次の日にはその珍しいバードトイに近寄り、おもちゃみたいな餌入れから食べてくれます。順応性が高く適応力が強くて素晴らしいと思います。二つ目のメリットは仲間と仲良く暮らせることです。一つのカゴの中で鳥の巣の中で身を寄せ合って毛づくろいをしているのを見るととても可愛くて癒されます。仲間思いの鳥なので複数で飼うのがいいかと思います。寂しくないから日中は仕事で家を空ける人には十四松はおすすめですね。二匹がとても仲良しなので一つの鳥カゴで飼えますし、包丁も同じカヤテントで飛んでいます。包丁時間も一度で済むので助かります。うちはオスが2匹なので、卵は生まれませんが、十四松は子育てが上手な鳥です。オスとメスで飼っていると可愛いヒナがたくさん育つのだそうです。メスの十四松を迎えて卵からの子育てを見守りたい気持ちはあるのですが、そうすると包丁の時になかなか全員が鳥かごに戻らなくて大変になってしまう気がして、まだ踏み切れません。3番目のメリットは小さいところです。小さくて可愛いです。小さいので鳴き声もそんなに大きくはありません。気分がいいと楽しそうに歌ってくれます。歌声がおもちゃみたいで可愛らしくて面白いです。求愛ソングを歌うのは男の子です。呼び泣きはそれなりに大きいです。体長12センチほどの小さい小鳥なので、噛んできても痛くはないです。指先のささくれを取られることは十四松ではありません。全力でつつくのは少し痛いですけどね。血が出ることは今まではありませんでした。体が小さいので、文鳥さん用のサラスに十四松は2羽入れます。鳥の巣を入れても場所を取らないので、鳥かごの中のスペースが広く使えるのがいいですね。十四松のデメリット。1番目のデメリットは、毎日お世話をしないといけないこと。体が小さな十四松。人間は1日食べなくても死にませんが、小鳥が1日餌をもらえなかったら致命的です。水も夏場は傷みやすいので、毎日新しいものに取り替えなければいけません。鳥かごのお掃除も私は毎日しています。飼育環境が不潔になってしまえば病気にもかかりやすいでしょう。毎日様子を見て十四松が過ごしやすい環境を整えてあげることができない人は小鳥を飼うと不幸になる可能性があります。可愛いから欲しいと安易に考える前に毎日毎日1年365日お世話をすることを想像してみてください。十四松の毎日のお世話の動画を概要欄にリンクを貼っておきますね。参考にしてみてください。十四松のデメリット2番目は、ふとしたことで死んでしまう、です。小鳥のことを調べていると、いろいろと人間が暮らしている家の中には危険がたくさんあることを知りました。便利なフッ素加工、テフロン加工のフライパン。有毒ガスが出るらしく、呼吸困難で死亡してしまいます。爪先のオシャレ、ネイルカラー、ネイルエナメル。カラーを落とす除光液も小鳥には有毒な化学物質が含まれます。私は別室で換気をしながらポリッシュを使うようにしています。
除光液に浸し、ネイルカラーを拭ったティッシュを捨てる時も、ビニール袋で密閉して、蓋付きのゴミ箱に入れています。有毒物質や有毒ガス、目には見えないものなので気がつきにくいですが、大切な小鳥さんの命を守るために気をつけて生活していこうと思います。炭鉱のカナリアを知っていますか？人間にとって良くないガスが洞窟の中に溜まっていないかを調べるために、カナリアを連れて炭鉱に入ったのだそうです。小鳥の生死をかけたリトマス試験紙みたいなものですね。鳥は人間よりもずっと小さいので、ずっと人間よりも弱いんですね。香りを楽しむアロマも危険なものがあるようです。今までは気軽に使っていた殺虫剤なども鳥がいても大丈夫かどうかよく調べてください。アボカドも良くないので食べさせてはいけないとか、もちろん人間の食べ物やお菓子もあげないでください。鳥を飼う前に飼育本を何冊か読んでみることをお勧めします。図書館にもいろいろと小鳥の本はあると思います。獣始末の飼育本はなかなかないので、インコや文鳥さんの本で大丈夫です。デメリットの3つ目は、長期旅行に出かけられなくなる、です。毎日のお世話が必要な獣始末。旅行が趣味の人にはなかなか小鳥を育てるのは難しいかもしれません。ご飯とお水を2箇所にセットしておけば、一泊二日くらいなら大抵は大丈夫だと思います。でも冬や夏など一日の寒暖差の激しい季節は心配ですね。旅行や出張で家を開けるときの動画を作りましたので、ぜひ参考にしてみてください。概要欄にリンクを貼っておきますね。獣始末を飼うととても楽しいです。家族での会話も小鳥が話題に上がることが増えました。子供の情操教育にもいいでしょう。犬や猫では赤ちゃんを増やすという命のリレーを身近で見ることは難しいかもしれません。ですが、体の小さい獣始末ならではの卵からの子育てを身近で見守ることもできるでしょう。親鳥が熱心にヒナを育てる姿、ツバメの子育てを垣間見たことがありますが、自分の飼い鳥ならその懸命な命の営みをつぶさに見ることができます。素晴らしい体験ですね。とても可愛い獣始末ですが、インコや文鳥のようにベタベタと人になれる習性ではありません。触らせて手乗りになってくれる場合もありますが、なかなかドライな性格で芯のある小鳥、獣始末です。性格は犬よりも猫に近い感じかもしれません。小さいけれど一つの命です。一緒に暮らしていく上でいいことも悪いこともいろいろとあるでしょう。勢いでお迎えをして、こんなはずじゃなかったのにと後悔することがないように、いろいろと調べてみてくださいね。ペットショップや鳥屋さんで飼う決断をする前に実際に見てみることもおすすめします。体のサイズ感や声の大きさなど、実物を見ると想像するのでは違うこともあると思います。カゴの大きさを見てみるのも大切です。購入をする前にお店の方に気になっていることをぜひ勇気を出していろいろと質問してみてください。一つのお店だけではなく、行ける範囲にあるお店はいくつか見てみるのがいいと思います。親身になって教えてくれるとか、売られている小鳥たちが元気だ、など、ぜひ素敵なお店を見つけてみてください。いろいろな種類のいる小鳥の中から獣始末を飼いたいな、と思った時に、獣始末ってどんな鳥さんなのかな？よそのお家ではどんな暮らしをしているのかな？と思うかもしれませんね。このチャンネルでの体験談が参考事例の一つになれば幸いです。鳥は本当に素敵な生き物です。暖かくて空を飛ぶ自由な美しい生き物。しかし、年を取り、いつか死を迎えます。小さな獣始末でも10年生きる子もいます。小鳥をペットに迎えるということは、その鳥の一生にずっと寄り添って、小鳥主体の生活に付き合ってあげるということです。お世話をするには手間と時間がかかります。病気になればお金がかかることもあるでしょう。鳥さんの人生のゴールまでずっと幸せな小鳥でいてほしい。でもできることを自分なりにやって、マイペースに鳥さんと付き合っていけばいいと思います。私も仕事の日は包丁はしていません。仕事が連日続くと包丁をしないのでは鳥の生活の質が落ちてしまうので夕方に包丁をしています。でも毎日はできないこともあります。夕方は小鳥のテンションが低いので、午前中の包丁時間よりももっと短くても、小鳥が自分から鳥かごに戻っています。できる範囲のお世話できっと大丈夫です。獣始末は順応性が高く適応してくれる鳥さんです。
鳥さんの人生のゴールまでずっと幸せな小鳥でいてほしい。鳥好きの私の願いです。小鳥が幸せならきっとあなたも幸せです。最後まで見てくれて本当にありがとうございます。チャンネル登録と高評価ボタンをポチッとしてもらえましたら、うちの YouTuber ードがとても喜びます。次の動画でお会いできることを楽しみにしています。あなたにもハッピーで健やかな毎日を楽しんでもらえますように。どうもありがとうございました。